皆さん、こんにちは。GMO テックの鈴木です。本動画をご覧いただきまして、誠にありがとうございます。GMO テックの事業紹介をさせていただきます。現在、当社には3つの主要事業がございます。1つ目は SEO と MEO サービスを提供する検索エンジンマーケティング事業です。MEO サービスとは、マップエンジンオプティマイゼーション、地図の最適化の略で、Google マップ上での検索上位表示サービスで、国内トップクラスのシェアを獲得しております。マーケットも順調に拡大しており、2028年の市場規模は306億円と想定しています。マーケットの伸びに比例し、直近3年間の当社 MEO サービスの売上も約3倍に成長しております。マーケットの成長を上回る形で成長させていく所存です。2つ目はアプリ向け成果報酬広告 GMO スマートです。3000を超えるアプリの企業様にご利用いただいており、多言語対応の営業体制による海外クライアントへのきめ細やかなサポートが強みとなっています。アフィリエイト広告のマーケットは2025年度に5000億円を超える見込みで、直近3年間の成長率は 7% となっています。それに対して当社の売上成長率は同期間で 50% であり、マーケットの全体の伸びよりもはるかに高い成長率で推移していると言えます。そして3つ目は不動産 DX サービス GMO 賃貸 DX です。2つのサービスがあり、その1つのうち不動産オーナーアプリサービスは、ご利用いただいている不動産オーナー様が15万人を超えているナンバーワンのサービスです。月次の収支報告書の電子化や電子契約など充実したサービスで、解約率の低いストック型の商品となっています。当社は AI 技術の積極的な導入にも注力しています。 RPA をはじめ、生成系 AI の ChatGPT などの技術の組み合わせや、自社開発の AI プログラムを活用した業務効率化のための DX 推進などを行うことで、生産性向上と新しい商品価値を提供してまいります。当社の事業のご説明は以上となります。素晴らしい商品・サービスをもっと世の中に伝えたいというビジョンのもと、テクノロジーの進化に合わせてお客様により良いサービスを提供し続けることが私たちの使命だと考えております。今後とも GMO テックにお期待ください。